HD300 の新機能、一気に紹介します。サウンドバック、自分が演奏した音、最も近い基準値でハーモニーディレクターから返してくれる機能です。それから録音、新しいですね、録音をみんなで共有するっていうのは、基準を共有するだけじゃなくて、客観的に自分たちの演奏を聞くという最も勉強になる方法の一つでもあります。タイムシフト録音、少し前から録音してくれる機能とともに、ここは新機能です。そしてリズムスタイル、あらかじめプリセットされているたくさんの楽しいリズムたちと一緒に練習することができました。さらにトレーニングという機能です。ここちょっとやってみましょうかね。トレーニングのボタンを押して入っていきます。くるくる組んでいろいろなトレーニングメニューを呼び出すことができるのですが、今日は時間の都合もありますので簡単に説明します。掃除の係で遅刻して合奏に入ってくるとき、ちょっと音出ししてチューニングぐらいしてから合奏入りたいですよね。よいしょ。簡単な奏法のチェックとイントネーションのチェックをハーモニーディレクターと一緒に行うことができます。JBC バンドスタディとリンクしていますのでご参照ください。よいしょ、簡単です。パッとよ、自分の楽器を呼び出すと、こんな要領で自分の楽器の奏法あるいはイントネーションのチェックを簡単に行うことができます。パート練習とか合奏練習なんかでも、活用できます。よいしょ、いろんなの入ってるんですけど、じゃあこんなのやってみましょう。超音階の準備という項目です。先ほど紹介した JBC バンドスタディとこちらもリンクしています。どんな練習でしょう。聞きながら一緒に練習できます。こんな感じですね。とても便利です。個人の練習、パートの練習、あるいは小編成、小さい合奏の練習なんかでも活用できると思います。ぜひ試してみてください。録音機能の紹介です。 HD300 は録音することができます。録音は聞こえ方を共有するとっても大切なツールですから、皆さんぜひ活用して自分たちの音楽がどのようにお客様に聞こえているかをぜひ共有してみてください。録音機能のためには USB フラッシュメモリーを本体に差し込むことが必要になります。それでは早速録音機能を使ってみましょう。とっても簡単です。録音ボタンを押すだけで始まります。やってみます。えい、再生してみます。いい音で撮れてますね。みんなで練習共有して確認できるといいですね。もう一つ HD300 にはタイムシフト録音という機能も備わっています。最大10秒前から遡って録音することができる機能なんですが、とりあえず押してみますよ。ポチ、赤いボタンが点灯するとすでに録音待機状態になってます。普段練習してて、今の良かったのにとか、今のところとかっていうことよくあると思うんですが、音は出たらそのまま消えていってしまいます。
そんな時、このタイムシフト録音です。あ、今って思った時に録音ボタンを押すと、その10秒前から遡って録音されるんです。ちょっと信じがたいけど、やってみたいと思います。1、2、3、4、あ、今、5、6、7、8、こんな具合ですね。さあ、取れてるでしょうか。1から聞こえれば遡って録音されているということになります。1、2、3、4、あ、今、5、6、7、8ね、これとっても便利です。皆さん練習で早速活用してみてください。はい、新機能アプリの紹介です。 iOS 専用アプリをダウンロードして HD300 と接続してからお使いください。今日はここに iPad が用意されてますので、こちらで操作してみたいと思います。実は僕はとってもアナログ人間なんですけれども、簡単に操作することできましたので、皆さんも大丈夫です。早速やってみましょう。あ、このバーレバー、あ、これは音量が変わるんですね。ほら、簡単に変わる。 HD の操作、リモートコントロールで遠隔操作ですね。よいしょ、あ、出た。いいですね。音色変えたいときは、選んで決定かな。あ、変わった。お、簡単簡単。平均率純正率もワンタッチで、あ、メトロノームも、うん、これで始まるんですね。こう、こうなってて、あ、これ便利ですね。早くしたり遅くしたりがスライド型です。タップもあるので、お、タップでテンポも、うんうんうん、あ、簡単ですね。まあ、表紙もここですぐ変えられそう。お、これが、遠隔リモートですね。よいしょ、ホームボタンに戻ってみましょう。じゃあ次、体感モードに行ってみたいと思います。よいしょ、うなりとバランスとあります。うなり、あ、これはあれですね、ユニゾンとか、そっかそっか、具体的に示せますので、ユニゾンだと、まあ、2つの音が一緒ということなので、ゼロ線と。これ動かしていくと、2つの音のピッチの差がここに現れていて、実際にうなりを聞くことができます。まあ、初心者の音が合わないですとか、濁ってるがなかなか聞き取れないような場合には、うなりを感じさせて、例えば手でうなりを表現してみて、このうなりを消していくと、まあ、こんな風にして音ってうなるんだなっていうのを体感できますね。これさっき教えてもらったんですけど、2回ポッポと行くと正しいところに行くみたい。ピタッと行きました。よいしょ、次、調酸度。調酸度は、2つの調酸度の音を先に、きれいにしちゃいます。2度ポチポチ、あれ、いった。2つの音程差が、これだときれいにハモってますよということですよね。じゃあちょっとうなりを変更させてみましょう。せるには、まあ、こういった形で、完全誤度もありますね。こういった形で耳を、鍛える、実際に出ている音を、まあ、チューナー見るのもいいんでしょうけど、耳を使って2つの音のうなりですとか響いている感覚を体感することができるのが体感モードですね。よいしょ、戻って、体感モード、もう一個バランスっていうのもありました。あ、これは和音の時の音量のバランスですね。ちょっと消そう。あの、ドミソ、三和音なんか合わせるときに、ミの音、第三音を少し低めに取りましょうみたいなのもあると思うんですが、実際の現場ではなかなかそこまで、難しいと思います。音量を操作することでも、響きを、聞こえてくる響きの感じを変えることができるということを耳で体感することができるものです。第三音の音を少し音量を下げてみると、
だいぶ印象が違いますよね。逆に第3音の音を強くしてみると、なんか少しこう濁りが強いような感じ。音量のコントロールをすることでも和音の響かせ方が変わってくるなというのが分かります。あともう一つ、セブンスコード、テンションコードのようなものも紹介します。よいしょ。こちらから、セブンスの和音を選んで決定、こういうのはテンションコードですから、まあ、こう緊張感のある和音が生まれますが、少しまあ濁りも出てきます。このテンションの音を音量的に小さくすると、まあ濁りも減りますけれど、なんかこうテンション感はやはり減りますよね。逆に、テンションの音を音量的に強くすれば当然テンションは増しますし、それと同時に濁りも増しますね、というようなことを耳で体感することができます。体感モードでした。ホームに戻りましょう。次は、こっちにチューナーもあるんですね。これでもう、オールインワンですね。チューナー、こうしとけば合奏中、出てきている音のピッチなんかもすぐチューナーで反応してくれますし、もちろんこんな感じで、チューナーがついているのも便利ですね。この音差のボタンを押すと直接チューナーなのかな。ホームに戻ってても、音差ボタンを押せば一発でチューナーですね。リズム再生、これはあれですね、また細かいリズムなんかを、入力したりですとか、楽曲の中の、骨のリズムだったり取りにくいリズムみたいなものをこう入力して、それをすぐに、具体的に具体例として示すことができるということのボタンですね。戻りましょう。次にコード判定のボタンです。開始を押すんだな。あれですね、合奏の出ている音聞いて、なかなかスコアに段がたくさんあったりして、何の和音か聞き取れなかったりするときに便利なのかな。実際に出ている音に、コードを判定してくれる機能ですね。こんなのも合奏の中で試してみると面白いかもしれません。ホーム画面に戻ります。以上が簡単ですがアプリの紹介です。紹介してまいりました最新機種 HD300、 いかがでしょうか。新しい機能もたくさん搭載されて、鍵盤数も増えて、なおかつ軽量化、自分の感性を信じるために便利な道具をしっかり活用して、大切なことは使い方だけじゃなくって離れ方です。自分の感性を磨いて、自分の感性を信じられるまでしっかり道具と一緒に練習したいですね。一家に一台からパートに一台、個人練習、パート練習、もちろん合奏練習、さまざまなシチュエーションで大活躍です。ぜひ日々の練習でご活用ください。ありがとうございました。